はい、こんにちは。今日は金曜日、チャレンジアナちゃんの時間です。またやってきましたよ。罰ゲームグッズ、3メートルストローで一気飲み挑戦ネタまあね、まあ、これまで飲むヨーグルトでしょ、トマトジュースでしょ。まあトマトジュース本当にきつかったけど、両方成功させちゃってるわけですわね。アザーさん、肺活量すごいですねっていう言葉もいただいてて、まあ確かにね、私ね結構肺活量ね、ある方だと思うんですよ。でもね今日これ森永焼きプリン飲み物じゃないし、もはやこれを、しかも3メートルストローでですよ、一気飲みっていうどうなんですか皆さん。まあでもね、何でも受けて立ちますよとは言っちゃいましたからね。やりますよ私ね。もう怖いものなんて何もない。いや、いっぱいあるけどじゃあ行きますよ。だってね、こんなしてる、もうこんなやばいんだもん、これ3メートル。行きますよ。売れんのかなこれ本当に。全く出てこないんですけど、ちょっとだけ出てきましたよ。でもこれ、今ようやくちっちゃいスプーンで一杯ぐらいのプリンが出てきました。なんかすごい音してんだけど、これ多分最初にちょっとだけ出てきたのってソースのとこなんですよね、きっとね。で、吸えないけどこれ。なんか変な仕事がしますわ。良い子の皆さんは真似しちゃいけませんよ。
なんか音楽が終わってしまう。どれぐらい減ったんだろうこれ。ダメだ、音楽終わりだ。ああ、やっぱダメでしたねこれは。どれぐらい？半分ぐらい残っちゃったかな。いやもっとか。きついし、これ途中からもう吸えなかったね。空気空振りみたいになっちゃって、ね、ということでプリンはさすがに無理でした。でもちょっとだけ言い訳させてくださいね。せめて飲み物にしませんか。せめて飲み物でお願いします。ということでよかったらチャンネル登録、あとこんなものに今度はチャレンジしてねとか、あといいねとかもやって押してくれたら嬉しいです。ということでアナちゃんでした。今日は失敗。